ようこそ、霊夢と、マリサの、鉄道部屋へ。今回は、私が紹介するよ。おお、よろしくだぜ。それで、今回はどの路線だ？今回は、信濃鉄道からピックアップするわ。おお、信濃鉄道か。国鉄車両が現役で活躍する、貴重な路線だよな。そうね。ちょうど、紹介したいものがあって、今回は、それについて見ていこうと思うわ。おお、楽しみだぜ。では早速、発表といきましょ。OK。では、今回は、これだ。晴れ星引退記念。祝、信濃鉄道、大鉄姉妹駅協定5周年。晴れ星ネタじゃないんかい。そうよ。あえて、こちらのネタにしたわ。晴れ星については、後に改めて動画にしたいと思うわ。おお、楽しみにしてるぜ。では、紹介に移るわね。よろしくだぜ。信濃鉄道と大鉄では、2023年に信濃鉄道の田中駅と、大鉄縦貫線の電柱駅との姉妹駅協定を結び、5周年となる記念の年を迎えたの。日本の鉄道路線が海外の鉄道路線と協力するのは珍しいな。そうね。この姉妹駅協定は、2018年3月16日に結ばれ、大鉄と友好協定と合わせて、締結されたものなの。なるほど。また、これら締結の一環事業として、信濃鉄道及び大鉄では、相互に使用済みの乗車券と企画乗車券の無償交換を行う、乗車券交流などが行われているそうよ。ほうほう、これだけじゃないわ。信濃鉄道及び大鉄では、相互で車両デザインの交換が行われていて、信濃鉄道では、115系 SQ 編成に、大鉄で使用されていた EMU100 型のカラーリングに変更。大鉄では、115系で馴染みの信濃鉄道色に変更して、運行が行われていたそうなの。おお、いいじゃないか。信濃鉄道では、2018年11月18日より、大鉄ラッピング車両の運行が開始され、その車両は、台湾事業号色と名付けられたの。なるほどなるほど。信濃鉄道で運行されていた115系 SQ 編成の台湾事業号は、2023年11月をもって運行終了。この車両は、鉄道ファンからも、大鉄カラーや事業号などの愛称で親しまれていたわ。いいじゃないか。そして、ここからが本題よ。待ってたぜ。2023年、信濃鉄道と大鉄が姉妹駅協定を結んで、5周年を迎える記念の年で、信濃鉄道では、当時台湾事業号だった115系 SQ 編成に、田中駅姉妹駅協定5周年記念ヘッドマークを掲出。ヘッドマークは、東御市立田中小学校2年生の生徒たちがデザインを担当。デザインでは、学校の校章に加え、車両の顔をデザインしたもののほか、車両全面デザインのイラストのみが描かれたものの、2種類があったそうよ。へぇ。こちらの小学校では、学習の一環としてデザインの担当を行ったそうなの。おお、いいじゃないか。こちらのヘッドマーク掲出は、2023年2月15日から20日の期間限定で掲出。大鉄では、2023年11月12日に、縦貫線電柱駅において、記念式典が開催されたそうなの。おお、記念式典では、大鉄の局長、飛び氏をはじめ、信濃鉄道の社長、土屋智則氏、来賓の立法議員、電柱駅長など関係者が出席、記念のデコレーションケーキの入刀などが行われたそうよ。いいじゃないか。また、この式典に合わせて、当日は記念乗車券及び信州味噌を使用した記念弁当のセットが、販売されたそうなの。ほうほう。この弁当と記念乗車券のセットは人気及び、300セットすべて完売したそうよ。すごいな。このセットを買うべく、発売前日から並ぶ方がいるほど、人気だったそうよ。ええ、これからも信濃鉄道と大鉄が、双方の交流が継続することを願ってるぜ。そうね。それでは、そろそろいい時間だし、今回はこのあたりで終わろうと思うわ。今回は、鉄道における海外の路線との交流事業のこと、勉強になったぜ。それは、よかった。みんなも、楽しんでいただけたかしら？よかったら、チャンネル登録よろしくだぜ。今回も長らくのご乗車、ありがとうございました。